お疲れ様でございます。それでは今日もね、裏プロの現役を随分離れて、このネットマージャンというね、なんだかわけのわかんない世界のことをやってみようかと思います。4人マージャーン。じゃーん。やっぱりね、その、実際のリアルなマージャンっていうのは、人の表情やね、手の動きとか、ドリンクを飲むタイミングとかで、結構ね、材料が揃うんですよ。でもネットマージャンって、 向こうに人がいるのかもしれませんけども、その呼吸とかはね、全く見えてこないので、もう実力10分の1、100分の1ぐらいで、本当にゲームとして楽しむぐらいになってますね。まあでも、麻雀の打ち方自体は変わりませんので、今日もやってみようかと思います。大いに笑ってやってください。9ピンから打ちましょうか。本来ね、ドラがピンズの場合、ピンズを大事に選ぶのは筋が悪いと言われてるんですけどもね。 白。これはチューンを合わせていった方がいいかなと思いますけども、ペイを切った方がいいですね。はい。じゃあ、ここでチューンを切りましょうか。はい。で、マンズでね、二面図ができるかなっていうのと、ドラを二つ使い切れるかなっていうとこですね。で、マンズが上に伸びていったら、リアマンを切る選択が見えてきました。伸びないですね。初はションパイですね。 ここで伸びが止まったんで、そろそろ受けを考えていきます。はい。じゃあこれで嘘を切れますね。あくまでもね、満足を上に伸ばすことを考えていくんで、まあこういう風な形になっちゃいましたね。はい。ここからですね、どういう風に打つかなんですけども、これは想像を1、2、3と切っていて、チートイに運んでいくということができます。あー、残念でしたね。おぉ。 振り込みですかもう、まあ、妙なリーチを押してもらうんだろうな、なんか。まあいいでしょう。親が連チャンです。これは自敗をうまく使っていく回なんで、ピンズから切っていきましょうか。はい。これは切らないな。あ、これはチートイツになりそうですね。じゃあ、統一に寄せていきましょう。で、えー、パワーピンは切ってもいいかな。はい。徐々に寄ってきました。ここで、2枚切れの自敗。 これ、ツがありますけども、ツをマークしておくことになります。9万は重なりそうにないんで切っておきましょう。はい。あ、初が欲しかったですけど、これは仕方ないですね。はい。4万切っておきょう。で、E1 が枯れないようによく見とかないといけないです。何をすぐに切ることになるかな。で、2万も切れそうなん、あ、切れますね。2万を切っていきましょう。ちょっと E ピンが、 あ切りにくくなったんですよ白が切れるようになりましたねこれ白で待ちたいですね上がるんだったらあやっぱり白すぐ出てたなこれ残念でしたねただここでドラを切るっていう選択はやっぱりないですねはい上がりを逃したんですけどもまあ狙い通りにいったところあるかなとさあここでですね7 8 9の三色が見えてきました まず、ローマンから切って、ウーピンにも受けるんですけども、上の3色の匂いを消すために、マ万を切っていきます。さらに、チーソーを期待するために、これ、ローソーをね、自配を挟んで、連続切りしていきます。はい、こんな形ですね。これでできましたね。で、あと気をつけないといけないのは、ウーピンを手拍子で切らないことですね。はい、これはチーワンはチーしましょう。 ねうまいこと来ないですね。紙からも出ないと。これは仕方ないですね。あこれはいい感じになったじゃないですか。3品が待ちになったのはちょっとね、惜しいですけどね。はい、ああ、すごい大きな手ができましたね。 まあまあ狙い通りになったかな。ただ局の進み方が遅いんで、今回は重い場になりそうです。重い場ってのは、上がりがポンポン出るというよりも、じっくりとした手が増えてですね、その分、打点が高くなるっていう形ですね。これはね、早めにね、泣き場を作って回していきたいんで、ちょっと一色手を無理でもちょっとやっていきましょうか。あ、これはもうちょっと一色手無理ですね。 これチュンがなければもういいんですけどもどうでしょうかはいチュンが泣けなくても自分で泣いちゃったみたいなギャグがありますけどもねあんこにしてあ惜しかったですねうん確かに想像が多そうだという面のところに点数が集まって結構重点の人になってきましたねえこれは3ピンから切っていきましょうか ンパイをね、切るのはあんまりよろしくないんですけどもここはちょっとね泣きを誘発するためにもあこれピンズを切ってた方がいいのかなソーからでしたねこれねうんこれねチーピンも惜しかったなはいまあなんとなく形になったかなこれはリーチしていきましょうかこれは勝てるんじゃないですか ああ、ダメでしたね。うーんあーなるほどね。まあ私に打たないようにしたのかな <laughs>。あ、これなかなかいいハイパーですね。じゃあ、今、いいピンと切っていく手順で進みましょう。これは、泣きンもちょっと考えていった方が良さそうです。まあ泣きによってね、上がりが取れてるみたいなんで。 そこに合わせていきましょうかああスーワンが死んどらになったんねこれはちょっとウワン切りが早かったですねでトンがまだ出てないんでトンはもうちょっと我慢しましょうかはいこれでカンローピンですあトンが出てないって泣かれてるんだね何を見てるんでしょうねは <laughs> はい私のポーカーもありましてこれは 偏りが下に移ったところです、ね、相変わらず上がれないですね。こうやってね、大した講釈もできないのに、この実況をするっていうのがなかなか面白いでしょあやっと投げるようになった。白のみになりそうです。<laughs> トイトイとかちょっといけないですよ、これは。うんまあ一応、いいシャンテン構えておきましょうか。E1 がね、統一になったら、あ良よかったですね。 トイトイの目もあるかなって言おうとしたんですけどもああいいですねこれこのウーピンはなかなかいいんじゃないですか赤ウーピンもあるしトイトイにも渡りにもなってるしこれ上がらせてくださいねもうこれだけでも上がらせてください <laughs> ああ<ー笑>えー残休かはいまたラスになりそうです えーとあっなるほどねこれなかなかいいじゃないですか「難」が泣けるっつうのがいいですねおさらにいいですねもっといいですねこれで地点取れるってのもいいんですけどもこれはこれは見送りますうんこれいいじゃないですか黄金の345のマンズこれができたのがいいですね はい、あラーメに変わった。これいいんじゃないですか上がれそうですね、今度こそ。これだけ上がらして。<laughs> おやっぱ泣きが、こうね、冴えてますね、みんなね。うん。なんかやっと上がれた。偶然上がれた。でも、これでも2着の石ができたってことですね。うーん、なるほどね。なんがね。 何が使えそうですね、これね、今回は。うん、これをとりあえず鳴いて、これパワー1切ってね、ウーワンを軸に伸ばしていく。あ、ピンズの方で固めましょうか。うん、9万がね、いつでも鳴けそうですよね、これね。で、数値ピン。これが、えー、5。 これで、決定。こうなきゃいけないのか。はい。あとは、数値いっぺですね。はい。泣いて連続で上がれたな。しかも、わずかだけども、まあ、出馬いってやつ。2着に踊り出て、この親で一発、決めればってとこですけども、まあ、決まりそうないですね。うん。これはね、初を使い切っていきたいんで、数層から切っていきましょうか。うん。これ、ちょっと一歩遅れてるんですよね、これがね。 はいこれはもう露骨に行きましょうか露骨に親番ですけどももう上がれなくてもいいぐらいの勢いでねはいあとリャンゾーパソをとくればと思いますけどもツがどうなるかだよねうーんあんかんねツがダブルドラになっちゃったの怖いですねツはもう枯れたな ああ、やっぱピンズか。ピンズが使い切れなかったのが運の月ですね。リャンゾー泣かして。ここだけでもいいから泣かして。はい、残念した。テンパイすらしませんでした。結構泣きが入ってますけども、リャンゾーがね、全部山でしたね。<laughs> これいいじゃないですか。手なりで進めても上がれそうだ。 デルボンミルチーってやつやってみましょうかこれねパーピンとか引きゃいいんですけどねパーピン引かんかなああまあこれでもいいっすかうんこれでもいいなこれは肩上がりになっても泣いていった方がいいっすねこれはねああシャボかまあ悪いリーチにはならないと思いますけどもまあリーチせんどきましょう まあ3、c 5の3色にはならないと思いますけど、ローマンを合わせる意味で。必要にリーチを進めてくるね。しないよ。<laughs> あー、これね、もうちょっと早かったらね、このパーピン、喜びたいんですけども。ちょっともうないですね。はい。なんとか天ンなんか2着ぐらい取れないですかね。2着。あ、取れた取れた。よかったです。 ええと、半チャン12分ということで、なんか大した見せ場はなかったんですけども、なんか2着でね、なんかゲーム大感じですか。はい、じゃあ今回このぐらいにしときましょうか。